2022年でワールドフェア電気種の売り上げとステラの電気種の売り上げどっちが上でした？いや、ステラでしょう。あれ？いや、シャウラだと思う。ん？うわ、ちょっとわかんない。いいとこどっこいかな。今回も C2000 とかね、C2500、これ両方で約300台注文来てるのよ、ね、でそれに対して、C3000 のボディ、いやこれ500台近く注文来てるのよ、ね、ところが2500、これバスで一番使われるとこなんだけど42台しか注文来てない。これが現実なのね。はい、1652ロックフィッシュ、バスメインの自分にはベストですか？ベストです。だってもう 1652R だけね、もう過去でいきますよ。あ、どっか行っちゃったな。はい、この特別お見せしましょう。これが過去9年間のワールドシャーが1,2,3,4,5,6,7,8,9 年でトータル6,000本。これうちのお店だけで売った本数です。これうちのお店だけで、その中でここに番号が書いております。縦線でここにブーッとありません。これ1652Rだけで724本売っております。いいですか。他のものはですね、これこれこれこんな感じ。公開しちゃっていいんですか？今度大丈夫よ。公開してるね。でも桁違いに売れてんのよ。ほら、その2番目に売れてんのが1703ですね、はい、ということだから1652っていうのはいかに、まあルアーフィッシング系のその例えばバスだとかそういったところから考えても、まあ、非常にと超ど真ん中ね、っていうところでございます。動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。